クリティターのエグい闇を教えてください。闇か、結構なものましいから閲覧注意って呼びかけた上で3つ紹介します。闇1つ目、企業の約4割が隠れフィルターを設置。まだ序の口なんだけど、実は 37.6% に及ぶ企業で隠れフィルターを採用していると我々調査で分かってます。人気難関企業となればほぼ 100%、 でも人気企業になってくると満単位のエントリーを使用するので、限られた人員で効率よく採用していくとなれば隠れフィルターがあっても全くおかしくないよね。あとこれふざけた話なんだけど、採用人事が低学歴を採用してもし活躍しなかった場合に、予算からなんであいつを採用したんだって元カメを食らうこともあるみたいで、これもあって低学歴を採用ターゲットに含めにくい事情もあるんだって。闇2つ目、低学歴は自動でお見送り。これも言っちゃ当然のことなんだけど、よく耳にする大手就活ナビサイトマイナビやリクナビには隠れフィルター機能が標準装備されてます。この機能を使えば企業側が指定した大学に満たない学生からのエントリーには自動的にお見送りメールを送信することも可能だし、企業説明会の募集でもマーチ学生の申し込みには空席を、それ以下の大学出身の学生には満席と表示させることが可能なツールもあります。闇3つ目、学歴フィルター正義。よく学歴って計測努力の証明って言われることが多いけど、当時にあるこの地頭力、思考力でも大きく差があるのが現実だったりします。これは極端な例だけど、こういったマーチ学生の足切りしちゃうような高度な思考力、地頭力が求められるような外資コンサル企業では、地頭力、思考力、もろもろ高水準の東大生ですらついていくのが精一杯になるので、隠れフィルターって何かと批判されがちだけど、求める業務についてこない学力の人間を最初から採用しない、採用リスクを負わないという点においては資本主義である以上賢い選択なんだろうね。